UF-11A 型コンテナは日本貨物鉄道輸送用として席を編入している12フィート私有コンテナである。形式の数字 V-11 はコンテナの容積をもとに決定される。このコンテナ容積11立方メートルの算出は厳密には波数を四捨五入計算のために 内容積10.5立方メートル -11.4 立方メートルの間に属するコンテナが対象となる。また、形式末尾のアルファベット一桁 V、A はコンテナの使用用途が引き見物を表す記号として付与されている。1988年より登録が開始された。利用形態は、 例番台のみで JR 貨物に登録された冷凍コンテナ形式としては最小型に属するタイプである。年間を通して根強い需要のある切り花や成果の長距離の輸送には軽量ながらもかさばりやすい積み荷の性質上、現状では比較的庫内容積の大きい専用の鮮度維持機能を備えた特殊仕様のトラックで輸送されていたためにチャーター運賃の関係上、 ある程度のまとまった出荷量が必要となっていた。そこで出荷量が少ないものの全国に販路を求めていた新しい荷主獲得のためにトラックより比較的積載容積の小さいコンテナで初の試みとして冷凍機部位の一角に設置された水タンクを霧状に庫内に散布して積み荷の鮮度維持を図る新しいタイプの冷凍コンテナとして試作された。 UF-11A-1 日本石油輸送車を有、優先フレッシュチェーン借り受け、片妻壁側一方のみが、観音開き使用。1995年3月、東京貨物ターミナル駅にて、ありがとうございます。